フリードリヒマリア・アルブレヒト・ビルヘルム・カールフォン、エスター・ライヒテシェンは、対抗意を有するハプスブルク家の生員で、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人。第一次世界大戦時にオーストリア・ハンガリー陸軍の最高司令官であった。モラビアで、カール・フェルディナンと対抗と、妻、エリーザベト・フランチスカの次男として生まれる。ナポレオン戦争期に、オーストリア軍司令官として活躍した。 カール大公の孫にあたる。イフアネに、バイエルン王ルートビヒ3世の王妃マリア・テレジアが、同等同母の妹に、スペイン王アルフォンソ12世の王妃マリア・クリスティーナが、いる。1895年に、おじアルブレヒト大公が死去した際に男子がおらず、父、カールフェルギナントもすでに死去していたため、フリードリヒは、おじの手支行為を継いだ。これは、 帝国の崩壊とともに名目のみの称号と化し、オーストリアとチェコスロバキアにあった領地と財産は全て没収されたが、1929年にチェコスロバキア共和国に対して起こした財産返還要求訴訟には勝訴している。晩年はハンガリーで暮らし、亡くなった際にはハンガリー政府によって丁重に葬られた。第一次世界大戦時には陸軍の最高司令官となったが、 実質的には、参謀総長、コンラートフォン・ヘッツェンドルフが、全軍の指揮を取っていた。1915年6月に同盟国のドイツ帝国より、元帥が授与された。1878年に、ベルギー貴族のイザベルとクロイと結婚し、9人の子供を、儲けた。ありがとうございます。